万世は、東京都千代田区に本社を置く、株式会社万世が運営する肉料理レストランや、精肉店の名称である。野豪の万世は、本店近くの万世京に由来する。万世京は当時は、万世郷の表記で、よろずよ、馬士とも呼ばれていた。微笑む赤い牛の顔がトレードマーク。現在看板等に用いられている、簡略化された衣装は、 大阪万博のポスターをデザインした福田茂雄の手になるものでベースとなったキャラクター並びに放送紙等のオリジナルデザインは絵本作家の林義雄によるもの。万世洋食、万世焼肉、万世へしゃげ麺を関東各地にチェーン展開する。1949年9月9日創業。株式会社肉の万世として設立された。 戦後に秋葉原で開業した電気部品商、六山ムが母体でドッジライン不況の際に生肉、コロッケ商、万世へ業種転換。秋葉原電気街では異色の大型飲食店として成功し自社直営牧場を要するまでに発展した。なお、創業者の加野明は独立前に山際に勤めていた。食肉卸売業のほかステーキ、 焼肉等肉料理全般を扱うレストラン、パーコーメンで有名なラーメン屋やカツサンドやカレーライス等を主に提供する軽食喫茶も手掛けている。成形加工肉ではないため一つ一つハンドカットされる名物マンカツサンドは、高楽園球場や小田急ロマンスカーの車内販売で全国的に知名度を広げ、東京駅や東京国際空港の駅弁、空弁として、 人気商品となった。万活サンド。秋葉原の本店ビルでは、フロアごとに、生肉総菜店及び、ラーメン、洋食、焼肉、ステーキレストラン、バー、居酒屋といった多様な業態のレストランを展開している。1階及び地下は、予算1000円以下でも食事できるが、上階に行くほど高級志向になっており、最上階は1万円クラスの客単価設定とされている。 6階部分は集中調理室となっており、各階店舗の仕込みや調理が行われる厨房となっており、一般客はエレベーターで降りることができない。2020年1月現在、コロナ禍の影響で営業外が縮小しており5階までとなっている。2014年10月にコンビニエンスストアチェーン 3F とのコラボレーション店舗を本店ビル1階にオープンした。 2018年1月29日をもって一時休業、同年3月8日にローソン 3F としてリニューアルをオープンしている。ローソンや 3F で取り扱いのあるコンビニ商品とともに万活サンドなど万性商品を24時間販売している。この店舗内には ATM も置かれている。小学生以下の児童を対象に万性クラブという会員制度があり、 通常の来店でもジュースかアイスクリームが無料提供される。また誕生日前に郵送される招待状を持って来店すると記念品や写真撮影といった特典を受けることができる。中学生以上になると万世クラブファミリーに加入でき、誕生日が近づくとソフトドリンクや記念写真サービス、お祝いドリンクの特別価格での提供といった 特典を受けることができるバースデーカードが送付される。万性、クラブ、万性クラブファミリーはどちらも入会費、年会費がかからない。詳細は公式サイトの各店舗情報を参照万性に関するカテゴリー。ありがとうございます。